皆さんこんにちは。現在野党第一党の立場である立憲民主党はブーメラン芸がお得意であると識者の間でかねてより話題にされてきました。ちなみにブーメラン芸とは次のように定義されています。他者を批判糾弾する発言が当人にもそのまま該当していて、第三者からお前が言うな、それはお前のことだろうがとそうツッコミが入るようなやらかし、いわゆるブーメラン発言をたびたび繰り返し、もはや芸風様式美を感じさせるような域に達している様を揶揄皮肉を込めて述べた言い方とあります。昨年来国会で話題となっている自由民主党議員による自民党裏金問題、その裏金が生み出されたとされる政治資金パーティーについて規制しようという動きが国会で議論され、一定の方向性を各党が乱すまでになってきました。この政治資金パーティーの扱いをめぐって立憲民主党の岡田幹事長は、党が提出した全面的に禁止する法案が成立するのに先立って開催を一律に取りやめることはないという認識を2024年5月27日の時点で示しました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。立憲民主党は前の週に政治資金パーティーを全面禁止するための法案を国会に提出しています。その一方で党幹部が開催を予定していることが相次いで明らかになり、岡田幹事長は27日に大阪市内で予定していたパーティーを中止しました。岡田氏は26日に仙台市で開かれた党の会合で、私は幹事長で党の政治改革実行本部長でもある、国会で政治改革の議論が佳境に入っているタイミングを見て中止を決断したと述べました。その上で党の地方組織や地方議員にパーティーを全部やめろと言ったら、その途端に活動規模を大幅に縮小しなければならなくなる、幹事長としてそうしたことはすべきではないと述べ、党の法案の成立に先立って開催を一律に取りやめることはないという認識を示しました。ここまでを見てきて皆さんはどの程度発言の内容を理解することができたでしょうか。党としては禁止の方向です。しかし立憲民主党は政治資金パーティーの全面禁止を目指す法案を前の週に提出していました。ということはそれよりも前から議論されていたことになり、当然党の幹事長である岡田氏が知らなかったわけではありません。しかし世論の旗色が悪くなってきた段階で自身の政治資金パーティーの中止を決定した。8ミリロマン。ところが法案が成立するまで地方議員などの個別の活動については制限するものではない。その上で企業団体献金についても党が提出した禁止する法案が成立する前に党内で禁止することはないという考えも重ねて示した。ここまで現行不一致と取られても仕方がない発言や行動に世論の風当たりは冷たく、それどころか党内からも公然と批判が巻き起こっています。しかし党のご本人はどこ吹く風といった感じを受けます。実はこの法案が立憲民主党内で議論されたり提出されたりしていた最中、党幹部の駆け込み政治資金パーティー開催が指摘されていました。例えば立憲民主党宮城県連の大会が同月26日に開かれ、安住敦司県連代表は党幹部が政治資金パーティーを予定していたことについて陳謝しています。仙台市内で開かれた立憲民主党の県連大会では冒頭安住敦司代表が挨拶しました。この中で安住代表は党として政治資金パーティーを禁止する法案を提出しているにもかかわらず党幹部がパーティー開催を予定していたことについて陳謝しました。立憲民主党県連安住敦司代表、我が党に対するパーティーの開催のことについて厳しいご指摘を受けたことも真摯にお詫びを申し上げ、今後の対応をしていきたいとしています。そう述べている安住国対委員長は、4月25日に会費2万円の朝食会として開催した経緯が発覚しています。立憲民主党の大串選挙対策委員長は党本部で記者団に対し、来月東京都内で開催する予定の政治資金パーティーを中止すると発表しています。当初は法案成立までは拘束されるものではないとの判断から開催予定としていました。しかし東京での講演会の勉強会として予定していたが、講演会の皆さんからはタイミングとして適切でないのではないかという声が非常に多く、開催しないことを決めたと述べました。そして
岡田幹事長も5月27日に会費2万円の昼食会として予定していました。その上で岡田幹事長は27日、政治資金規正法改正の国会審議の見通しがつくまで当面の間、代表や幹事長ら執行役員の政治資金パーティーの開催を自粛すると明らかにしました。党執行役員会後、国会内で記者団に、政治改革法案の論戦中に、私を含めて執行役員のパーティー開催は国民の理解が得られないと述べました。自粛は執行役員会で決定したとしています。岡田氏は判断に至った理由として、国民の中にも疑念があると話し、執行役員以外の議員についてはそれぞれで判断していただくと開催自粛を求めない意向を示しています。具体的な期間については、政治改革法案の見通しがつくまでとして明言していません。岡田氏は、党要職であることを鑑み、法案審議に影響を及ぼすことを避けるとして、会費2万円は全額返金し、国政報告に切り替えると発表しました。その上で、党として政治資金パーティーを全面禁止するための法案を提出しているが、そのためにパーティーをすべてやめないといけないというものではない。法律が成立した時にはそれに従い、パーティーをやめていくという党のこれまでの考え方が変わるものではないとも述べており、再度よくわからない説明になっています。一体どうしたいのかが発言からは汲み取れないのです。8ミリロマン。さて、政治資金パーティーをめぐっては、立憲民主党が開催を全面禁止する法案を今国会に提出する一方、法案が成立しても2026年1月の施行までの開催を容認しているとして批判を招いていました。この2年の猶予期間についても批判が巻き起こっていました。党代表の泉健太氏は、このことについて、すぐ辞めてしまっては自民党と比べると不公平だからというような趣旨のことを発言しています。またこんなことも問題として勃発しています。立憲民主党が今国会に政治資金パーティー全面禁止法案を提出しながら、議員個人のパーティー開催を認めていることへの批判について、岡田幹事長は26日、日本維新の会とか自民党とか一部メディアによる立憲がおかしなことをやっているというプロパガンダだと反論しました。宮城県名取市での街頭演説で述べています。岡田氏は、今の衆院議員の任期が1年余りとなっていることを念頭に、立憲だけが法成立前にパーティーを禁止すれば、自民はやりたい放題続けるわけだから、立憲議員は選挙区で圧倒的に不利になるとし、党の方針に理解を求めていました。このプロパガンダという言葉が批判としては不適切だったようで、ここにも批判が集中しています。この発言についてネット上ではいろいろな意見が寄せられました。意味がわからん、自分たちが批判されたらプロパガンダだ、だそうです。何を言っているんだお前は、政治資金パーティー批判していたんじゃなかったのか、いつも批判しかしてないから批判された時の返しが下手だったらパーティーすれば、プロパガンダのプロが何か言っています。とにかくこの発言に関して正しい反論をしたつもりなのでしょうが、到底理解が得られているとは言い難い状況となっています。いかがだったでしょうか。今回は立憲民主党岡田幹事長の発言の変遷と世間とのズレを見てきました。安定のブーメラン芸を見せる立憲民主党と岡田幹事長、ここまで来るとまたいつものことかと有権者も呆れるばかりで、あまり大きな問題として取り上げなくなってきました。この件に関して週1回の岡田幹事長会見もグダグダな状況で、一体この問題の根本が分かっていないかのような答弁が目立ちます。最後に岡田幹事長のこんな発言を紹介します。いろいろご指摘いただくのですが、私としては一体何が問題なのかがあまりよくわからないのですが、だそうです。他党には厳しく、自身の党に関しては圧倒的に甘い。このようなことで到底国民の理解が得られるとは思えないのですが、皆さんはいかがお考えでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。